西口再生備前ホーム再開発前の東口高野須駅は埼玉県高野須市本町一丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン上野駅東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する1五十七年頃の 高野瀬駅,駅舎端式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、京二面三線のホームと三番線の西口側に、側線外線ある地上駅で、橋上駅舎を有している。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置されている。また、管理駅として、北本駅、北高野瀬駅、吹上駅を管理している。 2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。2007年1月11日より、エレベーター新設とエスカレーターの取り替え工事に伴い、上の寄りにあったエスカレーターが使用できなくなり、改札外とホーム階を結ぶ通路は、高崎寄りの階段のみとなった。 その2ヶ月ほど前からはトイレの工事が行われた。その後、同年3月26日よりエレベーターとトイレの使用が開始され、2008年1月19日にはエスカレーターも完成し、工事が終了した。2019年度の1日平均乗車人員は19345人である。これは JR 東日本高崎市社管内及び、 高崎線内の宮原駅北では、上尾駅、高崎駅、熊谷駅、桶川駅、宮原駅に次いで、第6位に当たる。当駅は特急を除いて、すべての列車が停車するが、快速アーバンの通過駅である、宮原駅や、かつて通勤快速が通過していた上尾駅、桶川駅よりも少ない。毎年秋に行われる、燃えよ。商工改正年部。 高野ス花火大会開催時は、当駅が最寄り駅になるため非常に混雑する。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。当駅は西口周辺は換算としているものの、東口に国道17号や旧中線道、高野ス市役所、埼玉県警察運転免許センターがあるため、 東口周辺は人通りが絶えない。また、埼玉県警察運転免許センターの最寄り駅ということもあり、東口は運転免許の試験問題の練習教室が多い。平日の朝にはこれらの教室に向かう受験者の姿も見られる。さらに現在、東駅東口では、高野寿市が主体となっている、高野寿駅東口再開発事業が進行中であり、 大規模な工事が行われている。この工事は2007年10月下旬に第一期が落成、駅前が大きく変わった。2016年現在は旧中仙道までの駅通り地区について事業が本格着手されている。当駅からは東松山駅、川越駅、加須駅の各駅へ接続する路線バスが運行されている。朝日バス、川越観光バス。 東武バスの路線は免許センターを発着地としており、一部の便を除き、当駅は途中経由地となっているが、当駅免許センター間のみの朝日バス路線も存在する。また、朝日、川越観光、東武の一般路線並びに、朝日が担当している、フラワー号共和コース、中仙道コースではパスもスイカが利用可能である。従来、一般路線は、 すべて東口発着であったが、2014年11月4日より、荒川を渡る西側の路線である東松山駅線及び川越駅線に関して経路変更が行われ、免許センター発あるいは河野瀬駅始発の東松山、川越方面行き及び東松山、川越方面発河野瀬駅止まりに関しては西口を発着するようになった。朝日バス。 川越観光バス、河野市フラワー号、東部バスウエストの路線バスが発着する。東口ロータリー街のエルミ河野市東側、北側の道路沿いに各種送迎バスが発着している。川越観光バス、河野市フラワー号、東部バスウエストの路線バスが発着する。西口発の一般路線の降車場所はロータリー内、乗車場所はロータリーを出て少し進んだ。 道路上となっている。西口1.2番乗り場の次の交差点の先には、学校、企業の各種送迎バス乗り場が、さらに次の交差点の先は、フラワー号の河野世紀入り口停留所があり、約300メートルにわたって、バス乗り場が連続している。駐車区指定広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。